れた小生を開かれた小生を。行楽客でにぎわうゴールデンウィークの真っ只中、人口およそ5000人の大東町で、町民と周辺自治体の住民合わせて100人が行ったデモ行進。参加者が目指しているのは永原譲二町長のリコール、解職の請求です。住民のための調整じゃないですね、今のやり方はね。不透明な調整で知る権利が奪われているとして、年内にリコールの署名集めを開始する予定だということです。この動きに町民は、なんか問題あるって感じてますか？長生きね、うん、もう町長さんようないい人おらんもん、うん、今度もあんた記念し上がるとみんなランドセルねえしてもらってね。また大東町は特にコメントすることはありませんとしています。去年3月に 77.7% の得票率で5選を果たした永原町長、請求に有権者の3分の1以上の署名が必要なリコールに向けた動きがなぜ今起きているのでしょうか。一つには町の情報公開に対する姿勢があるようです。去年7月、大東町で町議が町の公共工事について指名業者の名簿を公開するよう求めましたが、町は犯罪予防などを理由に非公開としました。また去年の9月議会で永原町長は自ら情報公開条例の改定案を提出、何人もとされていた開示請求権が大東町民で1年以上住所を有する者に限ると変更されました。永原町長は議会の満場一致で可決し、法律違反ではないとした上で、公共工事の業者名などを公表しないのは反社会的勢力から町民を守るためであるなどと主張しています。情報公開というのは皆さんご存知の通り、やっぱり住民の信頼をどれだけ勝ち取るかということで非常に大事なキーワード。先週田川地区で開かれた情報公開に関する勉強会です。地区内の議員や市民およそ50人が参加しました。勉強会が開かれた背景には、田川地区8つの市町村が進める共同事業があります。去年大東町で稼働を始めた田川地区クリーンセンター、さらに8つの市町村が利用するゴミ処理施設も大東町に建設中です。2024年度に完成予定で、他の7つの自治体は大東町に事務委託し、負担金を支払う形をとっています。これらの工事の業者名などについても大東町は非公開としている部分があります。広域事業の中で情報公開というのはやはりちょっと足らないんじゃないかなという思いがあるので、やはりそういうところをやっぱりこう勉強していきたいという思いがあります。憲法学を専門とする九州大学の南野教授は、情報公開は国民主権を実現するための必要最低限の条件だと指摘します。開かれた町政とか、あるいは公正な町政を維持していく上でですね、まあ、よく言っても後ろ向きで、悪く言うとやはり何か隠したい、あるいは知られたくない、あるいは、マスコミに報道されたくない、そういう情報があるのか、そういう不都合なことがあるのか、そういうその、やましい意図を疑わざるを得ない。情報公開に対する町の姿勢に対して湧き上がった抗議行動、今後高い壁がある町長のリコールにまで広がりを見せるのでしょうか。